納豆ってどういう気持ちで食べればいいの？大豆食べたいな。そう。なんかさ、知ってる、あ、泣いてる。泣けちゃう。チョコ食べよう。あかり、草が雑草が生えにくくなるから、めっちゃいい天気。でもなんか気持ち的にはおでんくん本当はおでんくん豚汁なくなったことがショックだよね。うん、豚汁なくなったことは本当に。でもさ、ザンギポテトが増えてる。え、ザンギポテト？前残ってるの。そうだっけ？え、しかもサクサク以下から揚げがなかったよ。嘘。これがね、うまいらしい。へー。あとね、これも意外とうまいらしい。コーンの箱舟なんかも見たことない。そうね、これなかったよね。うん。ただこれも。これかき混ぜて飲むものなの？そう。うん。いただきまーす。うまっ。びっくりドンキのポテトが一番ポテトって美味しいと思う。美味しい。うん。これ頼んでよかった。チーズはすごい。あ、マスリさん、なんかね、チーズトロトロでって言うとチーズトロトロになってくるんだって。これは普通。こう最高だね。いただきまーす。めっちゃうま。ブロッコリーの肩骨が美味しい。このブロッコリー美味しいね。これもカーネーションみたいで可愛いね。そうだね、カーネーションの仲間だね。うーん、ナデシコ可愛いよね。可愛い。どれか寄せ植えしてみたら、3株ぐらい。あれがいい。可愛いよ。え、Z 世代ってさ、もう Z だから次ない XYG。 え、最後の世代ってこと？いいね、大阪。うわ、オーブンで2分ぐらい愛してきました。いい。冷凍のセブンのバターチキンカレー、いただきます。うん、うん、めっちゃ美味しい。でこの肉の大きさは無印より勝ってるかも。うん。あ、これグリーンパークにあったベンチらしい。ダブルも。豚ホルモン行ってみようかな。定食もいいかも。あ、なんかベンチできてるね。本当だ、これで。これでいいの？これ白いオムライスに使ってた卵。マスヤのパンって。これココリさん作ってるの？あ、本当だ、ココリさんだ。高まんとある。え、今日高まん休みなんだ。5月3、4。
ック一瞬撮って。うん、なんでカメラ持ってきてないんだ。久々見た。うわすっごいいっぱいいる。うわマーガレット、これそれはね、エリゲロン。エリゲロン、キッシュ久々。いただきます。うん、なんか懐かしい。ありがとうございます。ごちそうさまでした。言おうと思ったらここで鍛える人もいるかもしれない。あ、流されちゃった。ここ、この人流されちゃった。流されちゃった。そう、あ、ミツバチ、すっごいでっかい人とかいるね。見て、種類違うのかな。それだ、でかいんじゃない。